今年も阿蘇の花ごよみ2016が平成28年4月7日から始まり、この日オープニングセレモニーが行われました。オープニングセレモニーは阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、花の祭典実行委員会関係者らおよそ30人が参加して行われ、まず神社拝殿で期間中の安全を祈願しました。そして開会式が行われ、阿蘇の花の祭典実行委員会の稲吉純一会長が、阿蘇もやっと春らしくなり、今年も花ごよみを開催することになりましたと挨拶して、阿蘇の花ごよみ2016が開幕しました。この日から始まった阿蘇の花ごよみは、年間を通して阿蘇市を美しく彩るミヤマキリシマやスズラン、バラなどをテーマに、訪れる観光客たちに楽しんでもらおうと、阿蘇の花の祭典実行委員会を作って開催しているものです。今年6回目を迎えた阿蘇の花ごよみは6月いっぱい開かれ、期間中阿蘇神社での阿蘇三夜蒼天や野立て、花遊びのバラ祭り、阿蘇山上では宮間霧島ウォークなど多彩なイベントが開催されるほか、桜や宮間霧島、バラなどの花をテーマにしたフォトコンテストも合わせて開催されます。